一般社団法人日本プロマージャン協会は、競技マージャンのプロ団体。2001年に、土井康明により創設された。2010年法人化。代表は、井原嵐武氏。最高位戦日本プロマージャン協会、ルム、朝サ連合、ミューマイナスと関係を密にしており、マージャンスリアルチャンネルなどで、交流機会が多い。また、アーケードゲーム、 セガネットワーク対戦マージャン MJ シリーズに全面協力しているほか、マージャンに特化した SNS である和コテン、パラダイスに多くのプロが参加するなど一般ファンとの接点を広げる活動を積極的に行っている。公式ルールとして、他のプロ団体では認められていない2万5000点持ち3万点返しによる他が採用されており、順位点も 3万点から1万点のためトップを取ることが最も重要視されるルールになっている。また、100万の複合が認められていることも大きな特徴になっている。かつては中国麻雀のルールを採用した大会があった。男性代表、スズメ王経験者以外は50恩人女性、オータムチャンピオンシップ優勝、女流スズメ王経験者以外は50恩人 過去に在籍したプロ2020年により、協会の関西本部が主催しているリーグ戦。ABC の3リーグ制にて行われている。入会後年目まで、かつ、スズメ王戦 A リーグ未経験のところぞくプロによって行われる。一発、裏ドラなしルールで行われる大会。第9回までは、オータムチャレンジカップ。2020年2月より、 協会所属のプロジャン氏によるチーム戦、ファズカップがオンラインマージャンゲーム、スズメシティを運営する株式会社ファズの協賛によって開始された。赤いリルールで各チームは予選として6回の搬送戦を3節こなし、決勝では予選の上位4チームが点数を半分持ち越した上で6搬送を戦う。男女混成3人構成の8チームで競われ、 各チームのメンバーは8名のリーダーによるドラフト会議によって事前に決定された。第1回ファズカップは日本プロマージャン協会の公式 YouTube チャンネルで放送され、決勝の様子は2020年8月28日に生配信された。各チームのメンバー及び最終成績は以下の通りである。その後、2021年1月27日より、 第2回ファズカップが開催され、今大会より各チームは10期前期以降に入会した、協会員を必ず1名以上含み、4名構成とするなどシステムが変更された。各チームのメンバーはドラフト会議によって決定され、以下の通りとなっている。ありがとうございます。